元徳が軍師として迎えた諸葛亮孔明に対し、関羽張飛をはじめとする武将たちはその才能を疑い冷淡な態度をとった。だが孔明の作戦は全て的中し、元徳たちに大勝利をもたらした。さすがの関羽と張飛も孔明の前に頭を下げるしかなかった。10万の大軍をもって玄徳の深夜城を攻めた下降順は大敗北を喫し、命からがら行城へと逃げ戻っていた。敗北の重責を感じた下降順は死を覚悟して曹操の前に出向いた。下降順、10万の大軍をもって玄徳に当たりことごとく敗れ去って立ち返ったか。面目ございませぬ。上昇の兵馬を多数失った罪は重く、自ら縛って参上いたしました。その覚悟は当然だが、敗れたその原因は諸葛亮孔明の策にございます。何、孔明の策だと？お前は若年から幾度となく戦いの場を踏み、勝利を誇りにしてきた豪の者。孔明の火攻めは巧妙を極め、功を焦ったばかりにまんまと手に乗せられましてございます。何とぞそれがしに死を賜りたく。勝敗は時の運、許す。下降順、次の戦いで汚名を晴らすがよい。はは。孔明がいる限り玄徳は撃てぬ。よし、指揮はわしが取る。五番手まで軍を編成し、おのおの兵馬10万とする。出陣準備にかかれ。では御召しにより参上いたしました。おお、序章か。孔明が我が10万の軍を火攻めで破りおったぞ。聞いております。そうか、お前の言う通り見事な軍師ぶりだ。だが今度はわしが出向いて徹底的に叩いてやる。もう孔明の策には負けぬぞ。わしの軍についてまいれ。はあ、ご命令とあらば同行いたします。よし。さて、今度は50万の大軍、どう出るか孔明、楽しみなことだ。私の命ももはやない。玄徳殿がこの慶州を継いでくれれば思い残すこともないのだが。なんと気の弱いことを。ご長子の龍騎殿が西方の効果を守り、私が深夜を守っております。それにここには龍宗殿もおられるではありませんか。いや、あの二人はまだ子供だ。どうあっても継いではくれぬのか。はい、そればかりは申し上げます。総中、何事だ。曹操軍50万国境へ迫ったとの知らせでございます。何、50万？はい、曹操自ら指揮を取っているとのことです。とうとう来たか玄徳殿。ここに至ってはやむをえぬ。龍騎にこの慶州を継がせよ。お主は龍騎の後見役となってくれ。頼む。はい、喜んで龍騎殿をお守りいたします。遺言を記しておこう。総中、用意を。はい。では私は深夜へ戻り、孔明と応戦の策。
敵は50万というぞ。殿、こっちには関兄貴の円月清流刀もあれば、趙雲の槍さばきも、俺の邪望もあるぜ。それに我が方には天下一の名軍師孔明殿がついている。そうそうなんぞ恐れませんぞ。変わったな、お前も。殿と同様、俺も孔明殿に惚れちゃいました。姉上、何としても劉宗殿を後継ぎに。しかし殿が遺言状を書いております。これが明らかにされれば、玄徳が後見人となり、あの子の後継ぎが難しいことに。殿の命もあとわずか。私に考えがあります。え？総中を抱き込み、遺言状を書き換えればいいのです。ふん。おお。曹操軍は国境を越えて炎上に進出していた。玄徳の深夜城へは白帽派を隔ててわずかの距離である。その頃、西坊の命令で慶州城の曹忠が曹操のもとへ使者として訪れていた。ふん、劉表は死に、2番目の息子劉宗が後を継いだのか。とにかく降伏の意思は受け入れよう。ありがとうございます。思ったより慶州には利口者もおったのだな。この曹操に逆らえば、お前も含めて一同皆殺しであったぞ。ではこれにて慶州城へ戻り、上昇をお迎えする支度をいたしたいと存じます。うん、劉宗の慶州大使認めよう。ははこれで慶州城を落とす手間が省けたぞ。宗人、巨長、先方として直ちに玄徳を討て。は、我ら先方だけで孔明と玄徳を討ち取ってみせます。思う存分暴れてやります。うん。上将、今度は孔明はどんな手を使うと思うか。当方が火攻めに弱いと見ておりましょう。何、再び同じ手を使うというのか。孔明は奇抜な策を用います。深夜は山と川の多い土地、火と水を警戒することでしょう。宗人は用心深い男だ。孔明の策など見破った上で進むだろう。ならば結構でございます。宗人、敗れたり。待たれ。わしは深夜城の関羽だが、もしや宗忠殿では。はい、使者として。ほう、慶州のご使者がこんな夜中にいずこから。はい、それがその炎上まで。何、曹操のもとへだと。宗忠、このまま返すわけにはいかんぞ。うわ、はい。すでに劉表殿はこの世になく、細胞たちが偽の遺言状を作って劉宗殿を大主に立てたそうです。劉表殿の死を隠しておったとは。許せん。殿、かくなる上は慶州を襲って細胞を血祭りにあげ、その上で曹操と対決すべきです。張飛将軍の言うごとく、慶州を手に入れることはこの孔明も賛成です。生前劉表殿はお子たちのことを私に託したのだ。そのお子たちを襲い慶州を奪うようなことは義に背くことだ。私にはできぬ。殿、慶州城が降伏した以上、曹操はこの深夜へ的を絞って攻撃してくるでしょう。敵は大軍、この小さな城では守りきれませぬ。軍師殿、その対策はすでにある。さすが。前方が白帽派です。下降順の二の舞は踏めぬぞ。抜かるな。はい、心得ております。曹操軍の先鋒10万、宗人を総大将として白帽派に集結しているとのこと。我が方の備えではこの大軍は防ぎきれません。城を捨て繁盛へ移動します。住民たちを戦火から守るために白河の渡し場から船で送り出します。これは孫監殿の仕事です。
ではまず各将軍たちの守備を説明しましょう。関羽将軍は白河の上流この位置、張飛将軍は下流のこの位置、白陵の渡し場付近。暴れられるところがいいな。おそらくご期待に添えるでしょう。いいぞいいぞ。さて、張雲殿と官兵はこの深夜城。留守番ですか。官兵ブツブツ言うな。軍師殿を信頼するんだ。そうそう、深夜城の作戦はこの度の主役となるはず。それならいいや。それから二人はこの旗を振るのが作戦です。赤と青の旗をかな。これじゃ混乱しませんか。それが狙いです。おお。これで守備位置は決まったが、どんな作戦を立てるのかな。火には水、水には火、両面作戦でいきます。私の言う通りに動いてくれれば勝利は必ず得られましょう。土塁で堰を作り、水の流れを止めます。完成したらそのまま翌日まで休養しても結構。戦いより疲れるわ。休め。下流の白陵の渡しに潜み、逃げてきた敵を待ち受けて撃ちます。思う存分暴れてください。なんでここに敵が逃げてくるってわかる。まあいいか、信じましょう。おい、退屈だから酒の魚でも取るか。住民たちが引き上げたら、民家の屋根に油をまき散らしておくのです。門の近くには燃えやすいガラクタを積み上げる。ただし東門だけは開けておくこと。さあ仕事にかかれ。孔明、酒と学士まで連れて、これも作戦のうちか。祝杯をあげながら山頂でゆっくり見物するのです。え、祝杯。あとは豪傑たちを信じましょう。宗神の率いる曹操軍先鋒は白鵬派から深夜城へ前進を開始した。下降順の軍勢が壊滅した場所だけに、宗神の行動は慎重を極めていた。どうした巨長。副兵です。赤旗と青旗で連絡を取り合っています。赤旗と青旗を振り合い、さも連絡を取り合っているように見せかけてください。宗神は用心深い男です。危険な伏兵を撃ってから深夜城へ向かうはず。旗を振っているとは確かに伏兵の合図に違いない。よし、策には策、逆にこちらから奇襲してやろう。油断するな。はい、前進。なんだあの音楽は。もう玄徳と孔明だ。ふざけよって。バカにしやがって。それ大成功。ざまあ見ろ。孔明、測ったな。いない。
かくなる上は一気に深夜城を奪うのだ。には猫の子一匹おりません。城を捨てて逃げたか。意気地な使命。兵士どもも疲れている。追跡は明日の朝にして休養させろ。は。宗人の軍勢は夜になれば必ず城を占領して民家に泊まります。明け方頃激しい風が吹くはず。それが決行の合図です。こんな穏やかなのに本当に風が吹くのかな。ぐずぐずしてたら夜が明けちまう。吹いた。行くぞ。申し訳ありません。召し焚きの火の不始末からと思われます。とにかく兵士たちを集結させろ。は。敵は火の海となった城の東門から逃げてきます。これを待ち受けて撃ち、白河へ追い詰めるのです。撃て。軍を立て直す。引け。待ってました。たあ、うおお。明け方、下流で陣馬の声が聞こえるのを合図に一気に堰を切って落とす。今度全滅です。己孔明、必ずこの借りは返すぞ。白陵付近は浅瀬で流れも穏やか。敵は水攻めにあって、必ずここを渡って逃げるでしょう。うちの軍師は神様みたいだぜ。ドンピシャリだ。ああ、張飛、ここはひとまず落ち延びてください。頼むぞ。表情と見た。消えたね。ごめん。逃げた魚は大きいや。孔明の作戦はまともや宗人軍10万を壊滅させた。玄徳軍は一兵も失わずに無事繁盛へ向かったのである。
孔明の完全な勝利であった。10万の兵を二度までも葬ったか。許さぬぞ孔明。恐るべき孔明の恥亡の前に曹操軍は敗れ去った。だが難民を引き連れ苦難の逃避行を続ける玄徳たちの背後には怒りに牙をむいた曹操軍が迫っていた。